久保さん一風堂、美味しそうですね。まあ、一風堂を貯めながらでも、そっか塾がね、売れそうということで、おめでとうございます。何やってもお金稼げますね、久保さん <laughs>。何やってもお金稼げるなねえ、多分一風堂っていう、まあ、キーワードいいんじゃないですか。まあまあ <laughs>。まあ、これは、はあ、の、何にしようかな、タイトル。うーん。うーん すべては、すべ、結局、結局すべてはやってみないとわからない。結局すべては、結局すぐやった人、あ結局すべてやってみないとわからないとかにしましょうか。まあやってみないとわかんないですよね。うん。僕もいろいろ動画アップロードしてやってみて分かったことがあるし、やってみてない人はわからないし。だからまあ、 久保さんも常時再生回数少ないと思いますし、まあね、あの、給付金とかあっち系はまあ当ててますけど、普通の動画ってそんなに回んないじゃないですか。まあ僕なんかね、給付金やってないので、<laughs> あれはね、よくわかんないんで僕 <laughs> あの、やってないですけど <laughs> そう。なんか、あの、すごいなと思ったのが、あの、あの花、花龍馬さんでしたっけあれ、あの人、あの、めっちゃやってましたね。<laughs> あれで再生数何千回も回してましたね。なんかね、久保さんと、花龍馬さんでしたっけなんかやりとりして、なんか久保さんのチャンネル行ったら、なんか200話みたいな感じおお、やりとりしてんだみたいなね。<laughs> で、その花龍馬さんのチャンネル行ったら、あの、一番回ってるやつ、結構上位が、あの、あれでしたね。<laughs> やっぱすごいっすね。まやってみないとわかんないですよね。うん。まあ、やってみないとわかんないんですけど、 まあやりたいことやればいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はもうあのやや、やりたいことをやってみるっていうフレーズなので、ただし、やりたくないこともやってみるっていうことも大事かなと思います。まあ、たまに僕もやりたくないことを未だにやらないといけない状況もありますけども、まあ、今は割合的にはやりたいことをテストしてみるっていう割合の方が大きいのかなと思いますね。 自由にやってる感じが結構多いですね。でもそれは積み上げてきたんで、最初の段階としては、やりたくないこともやってみるっていう。あ、これタイトルこれにしようかな。やりたくないこともやってみるっていう。これが大事ですかね。うん。だそうすると、まあ見えてくる、今まで見えなかったことが見えてくるってことですね。うん。みんなやりたくないこともやらないし、やってみようかなと思ってることもやらないし、何も見えないってことですね。 いってらっしゃい。